皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 10スラしたれスライムだった件の2期21話でございます。Let's go! 始まりましょう。Start! ワルプルゲスの夜。ああ、これじゃん。ED のなんか、ED だったっけ ?OP だったっけ超なんかクールガイスーツで歩いてたんだよね。シュナさんっていつもなんか着物じゃなかったっけ？参ります。ボコボコ系でしたっけ？いってらいな。あ、ラミレスも、ラミレスの手下もお待ちしております。まあいつも言ってるところですよね。知らんな。どんなやつらなんだろう。小物なんだ。ほう、なるほど。それはそうだろ、それはそうだろ。あ、そう。あ、そう。ルほう、あいつ亡くなったんか。あれ、なんと怪物なんたら。ネタバレするやつは許せへんねんな。へえ、そうやな。お前強くなった？そいつは俺なら知ってる。なんか超変なお家に住んでんね。なるほどね。めんどくさかったんだね、上に行くのは。お前は強いのか、ラミレス。ディノって俺たち合ってるっけ？いってらっしゃい。お迎えとは何じゃ？これがお迎えですか？やばいぞ。それな、ワルプルギスを呼んでるってわけか。ほう。ギーのやつやん。やっぱりギーのですね。行っちゃいましょう。あれ、ベルドラのに気づかないっていうことなんでしょうか。だよね。まあ気楽に行こうぜ。せやな。さよなら。これは罠だったりして。あ、やっぱり OP だったんだね。この格好でクールガイ歩きしてたの。
今日はですね、うちの可愛いティーちゃんって猫が膝の上に寝ているので、あんまりなんか騒いだことができない、なんかうわーって動くことはできませんが、これですね、実はティーちゃんが昨日ね、家出しちゃって、それで見つかんなくて心配で心配で、それでね、今朝の1時半ぐらいにびちょびちょになって帰ってきてくれて、それからはもうめちゃくちゃくっつくんだよね、昔以上にも。よっぽど寂しかったんだろうな。まあ俺も寂しかったぞ。だから今日は膝の上で寝させてんねんか。さーて、 Make me shine like flames って言ってんのかな。指示のアドルマン、クレイマンのところに行こうとしてんねんな。ドロドロッドッドッドン。匂いが？そうなんですか。敵、おお、これはスケルトンですね。しかも大勢ですね。いや、カズやろ。はーい。え？なんかやばいリッチみたいなやついんな。誰やろ、このリッチ。え、これがアダルマンか。お前、生き物ちゃうやん。ホワイトキング。ドリフター。ドリフターズやないか。こいつを突破するしかないですね。何をしおるのか。おお、なんかやばいのが来たやん。でもこいつの剣結構日々入っとるぞ。おお、でっけえの来た。竜かよ。ドラゴンゾンビではないのか。もっとやばいの。デスドラ？ならば死ね。いけんのか。そんななんか、え？いけたよ。復活するの？復活してるぞ、おい。まあデスドラゴンだもんな。できんの？ああ、あれを潰さないと。え、私がやんの？シナがやんのか。怒ってんのかい。怒ってたらどうなんの。なんかすげえものになったのかな。だってあれからこいつ戦ってへんよんな。
はい。おやっと。いいぞ。お、リュウさん戦ってて。ああ、なるほどな。それで怒ってんだもんな。おっと、護衛が必要とでもみたいな。でも魔法系が強いんだよね。あ、アライメントフィールドっていうことはなんかイーブル属性はみんなやられちゃうみたいな。なんかわかる？ダンジョン&ドラゴンだったらアライメントってイーブル、グッド、なんたらかんたらって言えるんだけど、尋常って初めて聞いたんやけど。こういうね、なんか私たちの空をすごい発音するの結構好き。自分できひんねんけど。なるほどな。まあこいつも好きでクレイマンの部下になってるわけじゃないってわけなんだね。まあ言ってたもんな、ヤムザが。なんか僕は他のやつと違って志願者だったので、なんか強く、おお、かっこいい、縛られてないとか言ってたもんな。なんか強えな。ホリーベル。結構ダンジョンとドラゴンみたいなファイトしてますね。なんでだろうな。全然わからへん。わお、すごい笑顔する。なるほど、もともとお前はそういう神聖魔法のやつだったんや。いけたのかよって。白いから。なるほど、怒らしてんねんな。おほほー、なんだこの重爆、自分が消し取ってやる。お、やってるや。なんだ、いけるんかい。よかったね。でも今まではできんかったのに。なるほどな。よかったね、シュナ。カザリーム、あいつか。クレイマンの上の存在か。わあ、なんかやべえ、やべえこと言ってるぞ。なんじゃこりゃ。なんじゃオーバードライブ。乗っ取るみたいな。上書きしてんな。そういうわけなんでね、オーバードライブは。僕が、私があなたの呪縛を解いてみせるって。
なんかすげえんだけど、おい、シュナ。え、どういうことや？これで成仏できるってわけなんですね。これがこいつの死んだ仲間と乗ってた理由とか。そうやな。なんかすげえとこいいんだけどね。無念。結構マナー尽きてるのかな。まあ反省会はちょっと早いんじゃないでしょうか。行っちゃうのか。この3人で。お、お前成仏されなかった。まあまあまあ、きっと友達になってると思うよ。てかこの3人。お、従えるんかみたいな。え、あれ、この声どっから来てんの。お前か。あれ、こんなやつになったんかい。雰囲気だいぶ。よかったね。なんじゃい。リムルのこと。なんじゃい。まあ魔王に崇拝すんねんな。あ、そう。なんかほんまに変よなこの。なんかいきなりアンデッドのやつらが、わやわやわやや。まあ、諦めてくれるかもしれませんし、わかりました。目が。でもリッチの姿ね。せやな、クレイマン打倒やな。なるほど。ではご案内いたしましょう。わお。すぐに裏切るんですね。まあ、あいつのこと嫌いやったもんな。寝返ってるってやつや。ほんまな。すぐに雰囲気が変わるっていう。さて、ワルプルギス。他のやつらいないの。なんか雰囲気が変。ねえ。なんか光ってるぞ。あ、ラミレスいる。だね、強そう。なんか音大きいな、足音。足音でかすぎやろ。あ、吸血鬼の。いや、でも吸血鬼って女の人だったよね。もうこの男だねえ。こいつの方が、ほうほうほう、そうか、あれですね。あ、こいつやん。寝るやつ。それはチビだろう。
わお。え、そういうわけなんだね。生まれ変わり、あ、前にもなんかね、まあこれ全部リムルからのプレゼントだよね。まあいいんじゃね。あ、獣人、なんか可愛いパンダじゃないんだけど、ライオンみたいな、なんすか。何このアングル。どんなしたいアシオン。はい、この男ね、ラファエル、どうなしたんや。シミズね。こいつが読んだもんな。おい、なるほど、あいつのために渡したと。おお、まあ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 、そこまで言うんだったらいいんじゃないですか。でしか。もっとも、何、殺し合いが始まるっていうの。ミリムついてんな。フレイからもらったやばいの。クレイマンですね。なるほどな。それはみんなに見せるための行為でしたな。俺はこいつの上だぞみたいな。なんか出てる、なんか出てるよ、怒ってるぞ。でもみんななんか出るぞ、この機械にいるみんななんか出るぞ。いや、みんな詰まってますね。まあ集まっていろいろ起こると思うんやけど、クレイマンがお家にいないってことは、これってまさしくお家を爆発するチャンスですね。はい、これシュナーとかソウエイとか皆さんがクレイマンのお家をバーって爆発して、クレイマンがワルプルギスから生きて戻るっていうことがもしあったら、その時には悲しむでしょうなみたいなね、ということもあるかのようなと思ってます。ちゅうことなんで、皆さん次のエピソード、ワルプルギスどうなっていくのだろうか、魔王同士の殺し合いが始まるのか、それともいっぱい喋るのか、どうなっていくのか見ていきましょう。 Until next time, goodbye. おおきに。